皆さんこんにちは。こんにちは。聖堂美容技術専門学校の諏訪と申します。はい、今回は、学校施設見学ということで4回と5回を見学していきたいと思います。はい、主に自習室です。はい、はい、じゃあ今日も湯川先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね。はい、ここのお部屋ですが、BC ルームといいまして聖堂が母体となっている専門学校だからできる施設となっております。詳しくは近藤先生に聞いてみたいと思いますので。はい、はい、じゃあ近藤先生よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、近藤と申します。はい、近藤先生は1万人以上いる聖堂のビューティーコンサルタントの中から選抜されて特別に育成された聖堂ビューティースペシャリストの一人でもあります。近藤先生、こちらではどんな授業をするんでしょうか。はい、その前にマスクをさせていただきますね。はい、お願いします。お願いします。こちらのお部屋ではビューティーコンサルタント科の応対授業の中で実践編として活用しているんです。で、このように見ていただきましたらとてもこうリアルな点灯を実感できるお部屋になっていますので、学生の皆さんが自信を持って接客ができる美容のプロを目指したトレーニングを行っているんです。はい、先生すごいですね。はい、商品はちょっと校長の中見ていきましょうか。はい、もう見ているだけでね、本当に気持ちがワクワクしてくるんです。たくさんの化粧品ありますが、これどのくらいあるんでしょうか。はい、実は資生堂のブランドほぼ全部揃っています。はい、ちょうど今映ってるのはマキアージュですか。はい、そうです。資生堂の中でもメイクアップブランドとても有名なマキアージュになっています。新製品などなんかも、ね、入ってきたら使えるようになっています。見ているだけで楽しいですね。そうですね。実際に学生が手に取ってお客様役、BC 役を行いますが、こちらはデパートカウンターでの資生堂メイクアップのブランドになっています。そしてその横の方にはスキンケアが並んでいます。で、まっすぐ行っていただきますとイプサ資生堂グループの、ブランドもございますし、その横を見ていただくとメイクアップブランドのナーズですとかローラメルシェといったものも揃えています。はい、近藤先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続いて着付け実習室の方をご案内いたします。はい、続いての着付け実習室ですが、ブライダルには欠かせない和装とかね、洋装の着付けを専用教室になってます。クラス全員が一斉実習できる広さがありまして、こちらで授業を進めていくというね、結構広々とした教室になっております。では次に行きたいと思います。はい、本当にね、まだまだたくさんの化粧品があるんですが、こちらをね、ざーっと見ていただいて、次はブライダルルームですね。ね、今ブライダル興味のある人もたくさんいると思いますが、施設の中にもブライダルの専用教室というのがあります。ドレスや着物等がたくさん収納されていますので、ちょうど1年生の時の授業を行います。どうぞ。どうぞ。こちらのお部屋になります。はい、たくさんの、ね、ドレスが並んでいるんですが、ウェディングドレスやカラードレス約、ね、50着のドレスが並んでおります。ドレスの扱いとかフィッティングを学ぶ授業で使っていくという形になってます。先ほどね、実際に着付けの教室等で着付けした授業の様子なんかもあります。こうしてね、記念写真撮ると、ね、楽しそうな様子が伝わってきますよね。はい、こういった授業も土蛇のビューティースペシャリストの方で行っております。では続いてご案内します。はい、実際にブライダル授業ではドレス選びからヘアメイクまで行っており、ドレスをね、選んでからヘアメイクで撮影ですね、学校に撮影スタジオがあるんですよ。プロ仕様の照明がありまして、そちらで実際に写真を撮っていきます。で、こちらの作品ですが、卒業生ですね、卒業生と一緒にコラボレーションしてモデルさんにも協力していただいて作品になってます。はい、はい、素敵な作品ですね。じゃあ階段で5階に上がっていきます。はい、で、今日なんですが、カメラマンさんがプロフェッショナル研修といって、実際にカメラの明度とか光度とか、細かいね、光の当て方、構図なんかを行う授業も行ってますので、実際にただ撮るよっていうだけじゃなくて、実際にプロのカメラマンを呼んで授業を行うっていう、ね、内容も行ってます。今学校の中静かですけど、いろんな教室でオンライン授業が行われている最中です。
はい、続いてネイル実習室をご紹介させていただきたいと思います。美容師科のヘアスタイリスト、ビューティースペシャリスト、それから BC 科においてもネイルの授業は入っていきますので、実際どんな施設かなっていう形でね、ちょっと覗きたいと思います。こちらです。で、ネイル興味ある人もいると思いますが、ここがネイル教室になります。専用のネイル用の机と椅子が人数分用意されていますので、全員がiモデルで授業ができる仕組みになっています。奥の方もどうぞ。はい、資生堂を、ね、含め製品が充実しているんですけど、ネイルどうしてもね、多少匂いとかが出てしまいますが、換気をね、結構強くしているので、しっかりとね、実習を受けることが可能になっています。繊細なネイルがたくさんありますね。はい、また美容師科 BS コースでは JNA 協会のネイル技能検定の資格取得とか、BC 科ではね、INA 協会のネイル技能検定の取得が可能となっているんですよ。で、放課後の有料講座でジェルネイル検定やそれ以上の資格もね、取得可能となってますので、美容ね、全般ネイルに興味があるっていう方もね、こちらでしっかり学ぶことができます。はい、それでは続いてユーティリティスペースをご案内いたします。はい、はい、こちらはどんな部屋ですか。はい、実際にこちらでは使うウィッグですね、こちらをシャンプーしたりトリートメントしたりする場所になります。シャワーの木目が出たり切り替えることができますので、しっかりこちらでね、準備それから片付けをすることが可能な場所となってます。はい、使っているシャンプーも資生堂のプロフェッショナルの方が使っているシャンプーとトリートメントを使いたい放題で練習ができます。はい、また裏手には掲示板であったりとか、必要な情報を発信していたりとか、あと自販機なんかもあります。また2階3階のクラス教室にはこれ以外にも給湯器や電子レンジなんかもありますので、お食事の温め直しとか、カップラーメン食べたりとかもできる環境になっています。はい、じゃあ続いては、今日はちょっと特別ですが、女性用のお手洗いもちょっと紹介したいと思います。どうぞお願いします。はい、女性用のトイレ、施設備では女子が多いので、このように女性用のトイレも広々としています。個室が6個ついていて、洗面台もたくさんありますので、休み時間10分しかないけれども、混むこともなく快適に使ってもらってます。はい、じゃあ続いては実習室の方をご案内していきます。こちらがシャンプー実習室です、ね、シャンプー台がずらーっと並んでいます。すごい数です ね、とっても広々していまして、ね、じゃあ先生、この紹介お願いします。こちらでも、学科の教室同様にパワーポイント、それからプロジェクトなどを使って、ようこそ水面インスタライブ A などと、ね、できる形になっています。で、シャンプー台ですが23台あります。それが4階5階と3教室ありますので、シャンプー台が23台あります。続いてセット台ですが24台、こちらもね、3教室ありますので、待つことなくすることができます。セット台が24台ありますから、両面使える形になってますから48名ありますので、こちらでカットであったり、それからアップであったり、たくさんの実習を行うという場所になっていきます。はい、はい、では続いてどうぞ。放課後の練習とか朝練なんかもこの日を使って自由に、はい、みんなで練習してますよね。はい、実際今ね、超えてませんけど、朝はね、7時半から練習が可能となっております。はい、じゃあ続いて名客実習室お迎えですね。お願いします。お願いします。あ、こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ビューティーコンサルタント科の先生の松岡先生です。松岡です、よろしくお願いいたします。はい、こちらはですね、メイキャップの実習室になっております。ご覧の通りたくさんの鏡と机があるんですけれども、すごく明るくなっていまして、メイキャップの、出来栄えが非常に確認しやすい教室になっています。で、ご覧の通り奥側はですね、グレーの壁になっているので、自分が仕上げたメイクの記録とかも取りやすいといったような環境になっています。はい、先生、こちらにあるのは何ですか。はい、こちらはですね、今日の1年生のオンライン授業でまさに使用している
メイクアップのプランニングシートになります。プランニングシートはお客様にメイクを行う前に、まあ、お客様にこうメイクを説明するための資料といった感じですね。はい、とっても上手ですね。先生がされたんですね。はい、ありがとうございます。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで4階5階の実習室のご案内をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、次回はまたインスタライブ、今週の金曜日、今度は皆さんね、今オープンキャンパス等もできないので、ちょっと入試について不安に思っている方いると思いますので、入試の説明を中心にご案内いたした、ご案内いたします。またね、ご質問もありましたら DM 等でも送っていただければ回答いたしますので、どしどし、ご質問の方もお待ちしています。はい、今後についてです、いよいよ6月1日から AO1 期のエントリーが開始します。AO 入試での受験を考えている方は事前に面談を一度受けていただく必要がありますので、こちらの方6月1日からの受付開始になりますが、新型コロナウイルスの関係で対面での面談を今お断りしている状況です。遠方にいる方やちょっと移動してする方に不安がある方につきましては、ウェブ上でのオンライン面談も行っていますので、こちらもホームページの方に詳しい情報が掲載されていますのでご確認ください。また緊急事態宣言が解除されて東京都も安全に学校が通学できる状態になりましたら、また対面での面談も開始していく予定です。詳しくはホームページやインスタグラムの方をご確認ください。はい、続いてウェブ説明会についてです。オープンキャンパス上でご案内しております学校の概要説明だったり、学費に関する説明等を、ご案内しております。希望する方はまずは学校のパンフレットの資料請求してください。お手元にパンフレットある方はもう大丈夫結構ですので、2番からインスタの DM でウェブ説明会希望として、お名前、振り仮名、メールアドレスをお送りください。こちらから追ってウェブ説明会のご案内の方をお送りいたします。はい、ということで横川先生、本日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで来週、今度は金曜日にまた私とお会いできることを楽しみにしています。はい、いろいろ学校選びでお悩みの方もいると思います。またたくさんのご質問いただければと思います。はい、はい、それでは横川先生またということで、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。